はい、ロサンゼルスのヘルモサビーチに来ています。今サンセットでこんな感じです。すっごい綺麗でしょ。ついに来ました。はい、現在ですねヘルモサビーチっていう場所に来ています。で、ここはサンタモニカから南に約1時間ぐらいの場所なんですが、僕の大好きなビーチです。で、今ねちょうどサンセットの時間で5時10分がサンセットの時間で、今もう5時5分ぐらいです。なんでギリギリ間に合いました。ちょっと急ぎで行ってみます。こんな感じね。ピアです。雲がねサンセットではあるんですけど、ちょっと雲に隠れつつチラ見えぐらいな感じになってます。こんな感じです。いやー、なんか綺麗なサンセット見たかったですけど、まあこれはこれで仕方ないですね。まあこんなもんです。はい、まあこれはこれでねすごい綺麗なんでいいです。はいはい、今回はね日程と時間がすごい限られていたんで、ちゃんとねサンセットとか LA 全て見ることはできなかったですけど、まあ来ないよりは良かったって感じですごい満足してます。ただちょっとねこれは悔しいです。で、こっち側の空も普段は雲がないんですが、こう雨雲が出てきてます。はい、ちなみにですね、この奥に見えるこれがマンハッタンビーチのマンハッタンピアってやつで、これがヘルモサビーチのヘルモサピアで、今度こっちの左側、この奥にあるのがレドンドビーチで、レドンドにもこんなようなピアがあります。で、こっちの奥のレドンドビーチのピアはあの有名なドラマ OC で撮影に使われていたピアになります。OC と言いつつ、実はロサンゼルスのレドンドビーチのピアで撮影していました。はい、ちなみにこのヘルモサビーチの角にあるヘネシーっていうお店がすごい美味しいらしいです。2階席がこうテラスになっているので、サンセットをねちょうど見ながらご飯を食べたりなんか飲んだりできちゃいます。他にもねこっちにいろんなお店があるので、ぜひぜひヘルモサビーチへ来てください。時間があればね、この道をね、散歩したり、スケートしたり、チャリ乗ったり、かなりね、楽しめるスポットです。まさにこれこそカリフォルニアっていう感じの好きな部分です。パームツリーがあって、このピアの前の広場。これがまたね、いいですよね。はい、こんな感じでロサンゼルスにあるヘルモサビーチの紹介でした。ちなみにヘルモサっていうのは、スペイン語で美しいっていう意味だそうです。なのでまさにね美しいビーチっていう名前のビーチですどういう意味だ。まあとりあえずかなりおすすめです。ただねこう観光スポットをなんて言うんだろう、サンタモニカとかよりはもっとちょっとねローカル感が少しあるので僕はかなり大好きです。他にもこう道を登っていくとセレクトショップ的なお店だったり、一見変わったお店がちらほらあります。特にね、チェーン店ってよりは、なんか本当にローカルなセレクトショップだったり、ローカルなレストランがあります。なので、ね、ここを1日観光するのもいいと思います。1日はちょっと長いね。まあ、半日ぐらい観光するのもいいかなと思います。はい、ということでロサンゼルスに来たら必ず行くビーチ、ヘルモサビーチの紹介でした。ガイド本とかでフューチャーされる場所ではないんですけど、かなりおすすめなので、ぜひ行ってみてください。では。ではまた、ボンボヤージュー。